はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、世の中ではもうすぐ 5G の時代が来ると言われています。まあ、いつからか知らないんですけども、まずは医療に使ってほしいですよね。まず医療に使われたら助かる人が増えますよね。まあ、5G になると通信機器同士の通信し合う時の情報処理の速度が 4G の時よりも20倍速くなると噂されています。そもそも G っていうのはジェネレーションの G らしいです。今まで 3G とか 4G とかありましたけどね、まあ、5G っていうことは5世代目という意味らしいんです。まあ、ちょっと話がそれたんで戻しますけどね、通信機器の情報処理速度が20倍になったら、まあ、例えば電子カルテなどにレントゲンや CT、MRI などを情報として送信される画像がより早く鮮明に処理されると思うんです。そしたら今まで見えてなかったものがですよ、見えるようになってですね、病気の原因の早期発見につながると思うんです。まあ、今でも早いんですけど、より早くより鮮明になったらより早く治療を開始できますのでね、まあ、先生も治療方法を今よりも多く用意してくれるかもしれませんよね。可能性が増えるってことですよ。結果助かる人たちが増えるんですよ。すごいですよね。そうなったらほんまに嬉しいです。だからゲームや電話や一般的な人たちの生活を豊かにするためにもいいんですけど、まず先に医療機関で実現してほしいと願っております。まあ、今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この安数のチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。